はいあの最近全然、ね、わからないんでもうちょっと口近づけてもらいます、はい、マイク最近全然、ね、わからないんでちゃんとやっていることがをわ、あのー、かるようにしてもらいございますご質問ありがとうございましたえっともうちょっと具体的に教えてもらえますかやってることがわからないというのは私たちのこといやそそもそもその 何があのよしで何が悪いかっていうのは全然わからないですよ、僕ら何がよしで何が悪い、いや、その、最近の、あのー、すいあのー、なんだろうな、ね。 何だろうあのー、僕らもねあのー、<coughs> 僕サービス業なんですけどあのー、何が良くてここに来てるのかとかそういうのが全然分からなくて。 そういうのをちゃんと政治でやってくれたらいいなと思ってますありがとうございます、そのままいいですか、ちょっとマイク持ってもらっていただいて、はいえっと、サービス業に携わってらっしゃるってことですけれども、はい、このコロナにおいて、何かしら影響を受けてますか影響はないというか、あのむしろ増え,増えているというふる。すごいす、ねはいはい、です。ねそれが いいのか悪いのかが僕らではあの判断ができないので、それをどうなのかなというところがあります。はい、すみませんあの、マイク持っていただいた、はい、えとこのつながりでいいですか、ごめんなさい、サービス業ってちなみにどんなお仕事ですか、はい、コロナ禍のサービス業で影響を受けずに、逆にプラスになってるっていうサービス業って、例えばどんなものでしょうか。はい、宿泊業です 宿泊業なのに影響を受けてない。はい、逆にプラスになってる。すごいですね、はい。はい。えっと、それは、例えば、ご利用者っていうのは、まあ、もともと観光客関係ではなかったってことですか。あの。キャンプ場なんで。あ。なるほど。はいうん、あの、外で。皆さんがやることが。どうかっていう話。です あなるほど、そういうことですか、はいはい、なるほど、キャンプ場だったらみんな離れてるし、外だし、密にならないってことで、逆に今、あれなんですよね、完全に分かれちゃってるんですよ、要は調子のいい企業と、調子のいい業種と、業態と、完全に壊滅に近いような業態と、その中でもアウト,ア業アウトドア業界ってかなり公共らしいですね、風を受けてる、そうですね、なるほど、はい、そのキャンプ場関係の方だってことですね。ごめんなさい えっとごめんなさい。その中で、はい、キャンプ場にいすぎて、あのテレビとかあまり見ずに情報にあまり触れてないので、はい、世の中が今どうなってるかわからないっていう話ではないですよね。あ、それはありますけど、あそれはあるんですか、はいはい？すいません、ちょっとあすいません。はい、ありがとうございました。一番最初の発言者って方が一番勇気がいるんですね。ありがとうございます。<laughs> 特に話すことなかったけど、ちょっと勇気出してあのマイクを握ってみたっていう感じですか？そんなことはない。ありがとうございます。 そううですすすよねありがととございますすいまませんえー、っとサービス業ということでした、でも今、結構多くのサービス業が打撃を受けてます、えー、もちろん宿泊だったりとか、いろんな分野、皆さん、もうご存知の通りだと思いますけど、例えばですね、出るかな、えー、コロナで打撃を受けた分野に、特に影響を受けているのは女性が多いという話ですね、ありがとうございます。えー 産業産業を大きく分けて、男女の従業者数ってものを見ていったときに、卸売だったり、小売だったり、医療、福祉、宿泊、飲食などなどがですね大きく影響を受けているんだと、その中でも女性費が高いのが医療、福祉 72.、72.6%女性、宿泊、飲食 58.、58.9%、生活関連サービス、娯楽 57.、57.5%、もちろん医療、福祉などは、ですね逆に言ったら人が足らないような状況にはなってるって分野ですが、それ以外の部分に関しては、かなり、 そこに対して人を減らしたりとか、逆に言ったら給料が減ったりとか、多くの方々が影響を受けているような状況であるということですよね、例えばですけ,ど、えー、例えばですけれども、失業をする非正規の方だったりとかっていうところでも10万人を超えているとか、パートアルバイトでも女性で100万人以上の方々が職を失ってしまっているとか、大きく影響を受ける産業の中心。 そういったものの多くが女性が影響を受けているもちろん男性も受けてますよでもそもそもコロナが来る前から貧困貧困に足を踏み入れる確率が高いのはやはり女性になっちゃうんですよねどうしてかって言ったら男女の賃金差であったりとかもともとのそういう是正されてこなかったっていうような部分が非常に大きかったそこに加えて女性が多く就業されているような分野が 実際に仕事ができなくなってしまって、首を切られたりとか、給料を減らしてしまうというような現状になってしまっている。じゃあ、ここに対して何すべきかって言ったら、当然、国からの支援以外ないんですよ。それはそうでしょう。事業者を放っておけば倒れてしまいますよ。弱ってしまった事業に対して放っておけば当然事業者倒れます。事業者倒れたら何が起きますかってことです。例えば、この交付の中で一つの事業者が倒れれば何が起こるか。 倒れる前まで回し続けてきたその事業者のお金や仕事が止まる、ゼロになるその事業者が倒れる前に雇っていた従業員もらっていた給料そういったものもすべてゼロになる交付の中で回ってたお金が止まるんですよ一つの事業者が倒れるだけでもじゃあその事業者が増えていったらどうなる当然それだけ交付が弱りますよ山梨弱りますよ それが静岡の中です同じことが起こってたら、それが東京で起こってたら、全国各地で起こってたらてだから倒してたらダメなんですよ。今は通常時じゃないんです。緊急時なんです。25年以上のデフレ。これによって多くの人々が首をしまってる中にコロナまで来ちゃったっていう前提を分かってるかどうかなんです。コロナで苦しいわけじゃない。コロナが来る前から苦しかったんだっていう状況を、 政治が把握してるかってことなんです。じゃあ事業者倒さないためには何が必要かって言ったら当然資金投入ですよ。さっき言いましたよね。アメリカはもう200兆入れてるよって。追っかけて300兆、400兆入れてるよって。理由は何理由は事業者倒さないためですよ。失業者増やさないためですよ。どうして事業者倒しちゃダメかって。お金が回らなくなったら当然地域は衰退し国自体が毀損される。 供給能力、これをできる限り守るためにお金を入れて守るんですよ、それを放置したらどうなるかって、日本みたいに救済策、支援策を絞っていったらどうなるかって言ったら、もう体力持たないところは潰れるしかない、その後の社会、どうなりますか、地獄みたいな社会になりますよ、当然、仕事がない、お金もない、住まいもない。 そういう状況に追い込まれた人たちが大勢増えてったら失業者増えたら何が増える自殺率増えますよそれだけじゃなくて当然犯罪率も上がっていきますよ地獄みたいな社会をもう一度やり直そう立て直そうっていう時にはとてつもないお金がかかるそして長い時間が必要になるそこにかける労力はもっと大変なことになるだから今お金を入れるという 最大限お金を入れていくってことが、結局一番コストが安くつくんですよ。だからアメリカは大胆にやってる。どうして日本やらないおかしいでしょう。コロナが来る前から厳しい状態であった人々はたくさんいた。そこにコロナがやってきた。コロナが来る前の状況はどんな状態だった子供たちの7人に1人が貧困。これ、日本におけるコロナが来る前の状態。 一人暮らしの女性三人に一人が貧困。コロナが来る前の日本の状態。そこにコロナがやってきた。出番は誰国ですよ。今こそ国が本気出さなきゃダメな時国がやれることって何経済政策です。景気が落ち込む前に国がお金を増やし、そこにどんどん入れていく。落ち込みを底上げしていく。一般的な経済政策ですよ。今世界中がやってる。 どうして日本もっと大胆にやらない大胆にやってないから GDP 落ち込むんでしょ、アメリカも中国も、コロナの前より成長している状態ですよ、どうして日本は GDP 下がり続けてるんですか、個人消費下がり続けてるんですか、世の中に回るはずだったお金のうち、回らなくなった部分、徹底的に国がしっかりとお金入れていく以外、方法ないんですよ、それをやらせていただきたい。 今、やるべきことは、一つしかない。大胆にお金を作る。大胆な積極財政を国がやっていくことによって、医療の、当然、インフラも増やせますよ。例えば、70万人、70万人もの潜在看護師がいるんでしょ医療者が足らないんだったら、当然、そこに対する処遇、普通の給料の倍出すとか、参加してくれた人にはボーナス出しますとか、 おそらくそういうことをやったとしても数兆円レベルですよ。どうしてやらないのただただロックダウンして、その間ずっと足らないものを増やすような活動ではなくて、ただただ止めて、そして数が少なくなったら解除して、解除した先には変異が待ってて、またそれで拡大して、その繰り返しじゃないですか。それじゃ意味がない。それじゃ持たない。心も。 経済も、そういうことなんですね。すいませんじゃあ